子光のウェジでトーク。恋愛ネタで攻めたいと思います。14で14、はい、はい、叶わない。なんか基本的によく言われたのは髪をこうやるとか、運転の時に手後ろに回してあのバックするとか、もう気持ち悪すぎて私ダメなんですよ。もう自然体がいいです。ああいいね。だから一緒に歩いてる時にさりげなく例えば車道の方に回ってくれるとか、はい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 、ちょっとその恋愛対象じゃなくても男性としてリードしてくれたりとか、そうちょっと守ってくれるっていう体勢を見せてくれるのが、はあ、この人ちゃんとした男の人だと思います。ゴルフの場面とか。ゴルフの場面ですか。クラブを大切に扱ってる人。ああやっぱり失敗して投げちゃう人とかいるじゃないですか。フィニッシュで手離しちゃったりとか、あと2本持ってって1本ポンって投げたりとか、もう私は 見られない。なんかクラブかわいそうと思います。あります、見たことそういうの。あ、全然ある。しかも1回もうすごいぶち当たったことがある。その人もさすがにちょっとその後は気にされてましたけど、そのキャルウェイが空いてないんですよね。16行こう。16じゃあ行きます。16、よし、行った。やっぱりキャルウェイのスタッフの人は本当にこう選手のことを考えてくれるので、やっぱりより勝てるものを作ってくれるっていうところと、なんかやっぱ家族みたいに思ってくれてます、うんね、はい、それはもう私もジュニアの時からお世話になってるんですけど、うん、すごい身近にいてくれる存在かなと思いますね、はい、だからすごくそこの部分を感じるのと、かっこいいですキャロウェイ。わかるよね、うん、やっぱりこうキャロウェイと言ったらすごいスタイリッシュっていうイメージがあるので、やっぱそういうブランドを自分が身にまとえたり使ったりできることはすごく誇りだなって思います。じゃあ4番、はい、あちゃー、後ろに行っちゃった。いっぱい言いたいこといいな。小学校の初めて揃えてもらったクラブがキャルウェイの始まりからずっとキャルウェイなんですけど、うーん、何にもないですね。私は全部が完璧だと思うから、うん、素敵ですよね。キャルウェイ愛 100% ってことですね。なんかありますリクエスト。いやもうね、何から話そうかなとか。嘘です、嘘です。副社長がもう少し静かになってくれたら。もう言うことはないですね。分かりました。私恋愛2個答えましたよね。ってことはあと1個は数的にはももこさんだから10番狙います。はい、来た、よし。あー難しいですね。いや教えてほしいですね。私そういうの両方できないタイプですけど、多分どっちにもどっちのことを持ち込まないと思います。仕事をしてる時は仕事のことで頭が 100% ですし、恋愛の時に仕事のことを持ち込むことはないと思うので、極力ゴルフ場の悩みはゴルフ場で置いて帰るようにします。私ゴルフ場にゴルフで悩んだことを置いていけないです。あ、そう、なんか悩んだらもう寝るまでずっと悩んじゃう。解決しなかったらどうするんですか。あ、無理に解決しようとしないかも。なんかやっぱ長くこうやってるので、そういうものがストレスになるっていうのを分かってきてるので、練習だったり
こうなんかこうキャディーさんとの問題だったり、そういうものも全部ゴルフ場で話すようにしてます。じゃあキャロウェイの12番でいきます。おー、はい、比べたことがないんですよね。でもパターとか斬新だなって思います。あ、形がってことですか。形も言われてみればすごい面白い形ありますよね。そう、いろいろ T 字みたいな、そう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 、とかどっからこういうアイデアが出てくるんだろうって思うけど、絶対的な理屈があるわけでしょ、その形の。そういう斬新なアイデアとかは、うん、なんかキャロウェイのユニークなところだなって思うのと、じゃあキャロウェイスタッフの誰が好き、こう海外の選手とかも。え、桃子さん。ちょっとなんかリコーカップの練習ラウンドで初めて練習ラウンドをお願いしたんですよ、一緒に。もうめっちゃ大好きになりました。でもね、なんかいろんな話を聞いてるとすごくしっかりしてて、もうザ・プロっていう感じの子なので、なんかなんでこんなお互いがごませりやってるのか分かんないんですけど。ゴルフ、ゴルフね。まあやっぱり締めはゴルフかな。じゃあゴルフに挑戦します。オッケー、はい、OK、 はい、あります。一昨年ですね。めっちゃ最近。そう、はい、私はもう勝てないんじゃないかと思って、その時に辞めたいなって、もうこれ以上できないと思いました。で、なんでそこからまた立て直したんですか、気持ち。そう、そしたら親に辞めていいよって言われたんですよね。辞めたかったら辞めたらって言われて、でもこうどんなところでもこう片足でもいいからそこで立ってるってことはすごくこう難しいし大事なことなんだよって、そこから逃げることは誰でもできるって言われて、もう少しだったらこうそこの場に踏みとどまれるかなって思って、もう少しやろうと思った次の次の週に勝ったんですよね。そう、それで、あ、まだやれって言われてるんだなと思って、でもなんか苦しすぎてこう勝てなかったり、でも応援してくれてる人は本当にたくさんいたので、なんか答えられない自分がすごく情けなかったんですけど、でもなんかそこに立ってるだけでいいって言われて、じゃあ頑張れるかなと思って頑張ろうって思った結果がすぐ勝てたんで。ある？あります。本当？もうテストの最中にまあ北海道から行くじゃないですか、うん、で私はイーブンとかワンオーバーとかで回って、この冬の時期に北海道はコースに出ないから、うん、12月とかに予選やるのが、うん、なかなか北海道としてはちょっと、ね、異例なんですよね。全国大会とかもないし、うん、でその中でも私は頑張ってこれたんだっていうのを、その、まあ、スコアを見て認められなかった時がもう北海道に帰るのが辛くって、ああもうこんなんだったら、私プロになってもこんな生活が続くんだったらもう無理だなと思ってテストを途中でやめようと思いました。へ、もう2時が終わった時、あ、逃げてるな自分と思ってまた戻って、でなんか何回も繰り返して結局最終テスト受かってまだ続けてるって感じですね。やめなくてよかったって思うでしょ。でもこれから先どういう理由でどうなっていくかわからないけど、その時の自分のその気持ちではやめなくてよかったと思います。なんだかんだ多分お互いにゴルフのことは好きだと思います以上、桃子光のウェイジデートークでした。